第1回シゲオ。よっしゃー、この企画楽しいのよ。タカをして、はい、翔平をして、はい、第3回がシゲオ、はい、シゲオってことで今回のゲストはこの方に来てもらってます。ウンパルムさん、よろしくお願いしますよ。お願いします。まあ今日は撮ってくれますよね。もちろんシゲオ撮らせていただきます、はい、ちょっとめちゃくちゃ余談なんですけど、ウンパルムさん先日お誕生日おめでとうございます、はい、めちゃくちゃ余談やった。本田本田、撮れなかったら返してもらいますんで。めっちゃ本当にやっぱり、はい、じゃあ現金の方だけよ。現金だけよ。この分のお金を、はい、友達やめます。はい、じゃあもう早速いいですか。あ、もうやってください。はい、で今日全部で11問用意してますんで、はい、優勝したら何、優勝したら、ごちそうが食べれます。うわぁ、早速1問目いきます。1問目、フルネームを漢字でお書きください。はい、余裕でしかない。ちょっとそういうのやめて。いや、これ結構サービスなんだよ。これ結構むずいよ。だって言うても漢字で見ないじゃん。そうだね、 YouTube 上ではシゲだもん。そうですね、はい、分かんない人多いと思うんだけど、シゲって名字なんだよね。そうです、はいはい、そうなんです。トラップすぎるよ。絶対誰から行く。自信のある人から。俺多分ない。俺一文字自信ない。俺は余裕で。みんな行けるんじゃないか。せーので行こう。せーの、はい、はい、あ、全然正解です。よし、はい、あの、小脳時1ポイント上についてる、はい、はい、じゃあ2問目いきます。おっしゃ、1ポイント取れたぞ。これは確かに。あ、そうだ。好きな女性のタイプは、これ外見ですか、内見ですか。これは内面です。あ、そっち的な。内面か。巨乳じゃない。巨乳じゃない。巨乳とか思った。巨乳とか思った。結構リアルに。え、綺麗な人だけど。俺もそうだったんだ。これは外見じゃないです。正解率をちょっと上げるために僕複数回答してるんで、そのうちの1個がヒットすれば何個答えるの。3つ答えた。あ、だいぶサービス。まあまあ、でも確かにむずいよ。でもこれ難しいよ。これ結構むずい。まあ例えばてか外見はないです。なんか親切とかってことね。あ、そうそうそう、料理がうまいとか。そう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 いう感じ、そういう感じ。これは運パからいきましょう。はい、じゃあ僕いきます。じゃじゃん、落ち着きがある人。ああ、料理上手。え、料理の話してたっけ。料理上、気が利く人。はいはいはい、気が使える人ね。もう一回だろ。はい、よく笑う人。ああ、それ迷った俺。大変だ。そんなシンプルかな。いや、それ迷った。絶対シンプル。はい、じゃあ次行きます。シンプルなのよ。好きな女性のタイプ、気が利く、一緒にいて楽、あと家庭的。正解です。それでは、うわー、正解です。そう言われたら、それ言われたら、まあ合ってるけど、まあここにはない。それはでも間違ってはない。気が利くでも言ってたわ、確かに。言ってたろ。どういう話してるんですか。こういう話だと言ってるでしょ。こういう話をしてた。言ってた。いきます。3問目、好きなブランドは。ハイブランド。ハイブランドか。え、こいつなかなかないよな、こいつのハイブランドのイメージな。あれしか俺思い浮かばへんじゃん。ハイブランド、ハイ。いやー、もう全然わからん。よく考えたらわかると思った。はい、はよ。それ最近、昔、それによって俺は知っとるから。昔、最近、昔ってどれぐらい昔。高校だとか。いや、高校とかですね。普通に吉島あー、吉島時代かな。あー、え、そん時か。吉島時代。待って、吉島時代、ちょっと待ってよ。はい、はいです。最近、いや、最近は身につける系。最近はそんなよね。いや、俺結構持ってるよ、それで言うと。1個じゃなくて。そうだね、そうだね。そのハイブラを。そうだよね、そうだね、そうだよね。あ、足は。うわー、マジわからん。わ、全然わからん。え、オッケー、オッケー、オッケー。うわ、2択なのよ。トミ。うわ、ちょっと待って。あー、待って、カバンとか持ってた気に。確かに、これトミーがラコステなんだ。あー、トミーがラコステなんだ。ラコステ好きなんだこいつ。ラコステ着てるな。一回白スイカちゃんしに行ったんだ。これ本当にトミーじゃなかったの。ほんま、翔平くん行きましょう。トム・フォード。あー、サングラス持ってる。サングラスだけやけどね。それで好きになったんだと思った。はい、なるほど。じゃあ、ウンパ。はい、ディオール。ディ
ってたよ。一緒に行ったよお店。一緒にお店行ったよね。一緒ね。一緒にお店。一緒に行って俺のサングラスを買いました。ああ、そうそう、あん時。はい、じゃあ敬語。健三。ああ、まあまあまあ。マジでやらないからな。うわ、いや、これトミー。え、でもさ、ハイハイブランド。そうなの。俺それだったらめっちゃ入ってる。トミーよ。はい、じゃあ、いや、正解。これやこせくさいわ。グッチ。お前でせよ。お前でせよ。よく考えて。え、マフラー。マフラーは財布や。スーツのネクタイ。ハイブランド。さあ、ハイブランド。確かに。だから俺めっちゃ迷ってる。トミーにハイブランドはないよ。絶対ディオールなのよ。これおもろいよ。絶対ディオールだよ。あのおもろい。いや、こいつマジでトミー着てたから。トミーはオーストラリアの時に買ったやつをそのまま着てた、着てた。じゃあ次いきます。4問目。最近買った高い買い物は？これはよく考えたら。おー、それ多いな。わかると思う。早いな、早いな、CP。もう買った。ボケようかな。使ってます？使ってますね。ただ、撮影上にはまだ出てないかもしれない。ボケようかな、最近。ヒント出すと、俺が結構最近欲しいって言ってて、で、買いました。消耗品、消耗品。ああ、割と。うん、え？でも、長く持つ。じゃあ、結構自信ある。翔平くんからこういきますか。いや、最後の処理結構自信ある。あ、じゃあこう、あ、こう、それフリー、大フリー。いいですか。はい。あの顔フリーだよ。いやアウターなの。あー、モンクレとか買おうかな言ってた気がするんですよ。言ってた言ってた。あ、それ言ってました。でも年末にモンクレとか言ってました。確かに。いや、でも買ってない、絶対買ってない。いや、買ってない、買ってない。買ってたら絶対言ってる。はい、じゃあルンバ。ルンバ。なるほど。なんか確かに、そう、確かに言ってましたね。お家行った時に行ったんですよ。消耗品じゃないから、ちょっとそこからだけど。でも壊れるからね、機械。そう、はい。俺これガチ自信あります。ああ、これはガチ自信あります。だってめっちゃ早かったもん。敬語。ジーパン。うわ、デンハムの。こいつデンハム買った。うわ、デンハムや。やっぱ思った今俺。はいつデンハム買った。デンハムや。ストーリーの靴だし、これに関して俺一緒に買いに行きました。おぉ、いやー、デンハム。いや、俺絶対、まあ、これが正解かわかんない。俺今一瞬の思って言ったよ、デンハムってポイントない。ない、いや、正解じゃないから。まだ終わらないから。まあ、デンハム、はい、デンハムって確定申告の支払い。はい、確かに。買い物じゃない。買い物じゃない、それ買い物じゃないやろ。じゃあ、正解いきます。最近買った高いものはデンハムのデニムを買いました。はぁ、お前いつ。正解です。これは、いや、わかんねえわ、これは。それは買った後に。そう、結構ちょっと有利かなと思ったけど、俺一応ストーリーに、うん、なぁ、乗ってた。あぁ、乗せた、乗せてた。俺だってデンハムって言わなかった、一瞬で。デンハムハマって持ってるよ、お前。俺プレゼントしてから。デンハムいい。デンハムの。ちなみにルンバはあれもらったよ。わぁ、もらったんか。実家の愛犬の名前は？今ヘルニアになった。なってしまった。うわ、待ってくれ。もう余裕よ。いや、最近聞いてみたわ。これは余裕。これはもう、ありがとうございます、サービス問題。知ってる？私レンチの犬。なんで？じゃあ、スーパーは。知ってる、見てる。だって、シがアップローチの。あれ、シがアップローチの。あ、アップローチの。そうなんですよ。犬種はあのミニチュアダックスフント。わかった。過去ヘルニア持ち。じゃあ持ちじゃない。言わんでいいよ。最近言わんでいいぞ、それ。はい、OK ですか。全然わかんない。決まりました。これは俺自信あります。俺もあるよ。俺と剣は多分誰。じゃあ二人一緒出して。はい、あ、じゃあせーの。はい、チョコ。チョコ。うわ、チョコ。おー、はいはいはい。で、じゃあシュレイ君お願いします。ミルク。惜しい。めっちゃ惜しい。甘い系だと思ったんだ。ミルク。はい、サチヨです。おばあちゃん。じゃあ、リレーめっちゃ見てる。ほんまか。やっぱ名前使ってあげたくて。サチヨ、サチヨさん、そう。ほんまに見てる。あー、チョコか。正解いきます。実家の案件、チョコちゃん。あー、やだね。でも、チヨ、チヨは。あ、え、チヨ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 は。チョ、チョ。いや、でも大丈夫。0.5、0.5。ない、ない。サチヨさん、いつもだ。サチヨさん絶対喜ぶ。お前、そ
なんて怖いよ。ロンバス、ウィナーズのこと誰も見てるマジすごい、ね、今度ジャパンオールスター来ますか。そうそうそう、そう影響ない、はい、じゃあ次の問題いきます。6問目これ長なるな。ウィナーズの背番号42番は、はい、リスペクトしてる選手と同じ、はい、と言ってますが、その選手は誰。これはもう、あ、みんなやっぱ余裕か。これ意外とむずいよ。好きな選手とリスペクト、リスペクトの方です。これややこしい。ややこしい。ちょっと待って、焦れた。待ってよ。確かに2人、そう、2人いたんだよ。でも考えて、42番って誰がいるって考えたら、うん、あいつしかいないよ。じゃあ一戦いきましょう、はい、せーの、はいはい、はい、ややトゥーレじゃないんだ、しかも柏木君。え、41じゃん。ややあれ4トゥーレって何。トゥー、ややトゥー、トゥー、いや、あ、そうそうそう、トゥーレ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 、まあ、多分もう一人好きな選手だよな。好きな選手だよな。王貞治さんだよ。王貞治さんは42番なんですか。知らないです。捨てる問題やんか。捨てない、捨てる問題やんか。もう絶妙だわ。FC 岐阜の柏木陽介選手です。すごい、ありがとうございます、はい、42番、ありがとうございます。やば、42番です。42か。42をつけてる理由が、岐阜県が全部集まってるのが42市かな。岐阜をそれ背負ってるっていう意味を込めて、寺澤選手ですね。はい、なんかの寺澤と。そうなんですか。うん、テラは何番ですか。30です。あ、じゃあ30前後背負ってる。シゲといえば左利きですが、はい、いくつか右の方が得意なものがあります。はい、それは何。例えばじゃあ手であり足でありでしょ。そう、はい、例えばじゃあラケットは右だ、例えばね、そういう感じ。待ってよ。でも右で使うのがどっちかというと、じゃあ蹴るのは左が得意です。蹴るのは左得意、はい、打つのは右だったみたいな、そういう感じです。なるほどね、はい、これ結構むずい。でも複数回答あるから、はい、右アウトサイドキック、あ、一緒。はいや、それはそうだよね、うん、お気に入ったのね。これはな、投げる。ああ、はいはい、もう同じ。オッケー、ああ、ピッチャーあ、ピッチャー投げるやったらね、はい、当てるよ。ピッチャー投げるやったらピッチャーピッチャーなんや。ピッチャー、何で言いますか。まず書くのは右です。あと投げるのも右です。きた、2個、終わり。ちょっと右アウトサイドキックはちょっとピンポイントすぎたんですよ。正解です。ああ、ありがとうございます。はい、はい、それ正解です。いや、書いて言ってないじゃん。でも得意、本当に得意、これは得意です。ああ、そうなの、なら知らないけど、はい、1週間休みになりました。はい、何する。1週間休み、はい、あ、2、3日じゃない、1週間です。来た、もうこれめちゃくちゃ自信ある。これめちゃくちゃ自信ある。俺これはもう絶対にこれや。これは多分あったんじゃないかな。これ一斉に行きましょう。はい、はい、せーの、はい、オーストラリア行く。オーストラリア行く。海外に。あ、え、あ、すげえ、すごいね。1ポイントだね、これすごいね。え、でもオーストラリアに行くわ。海外に行くに、まあ、いや限定的ね。限定的だから。じゃあ違ったらどうする。違ったら海外。じゃあオーストラリア、国をピンポイントだったら、じゃあ2点にしましょう。海外に行くだったら、あ、オーストラリア、はい、いや、入んないでしょ。いや、海外。だったら2点。だから俺がじゃあヨーロッパに行きたいと、ヨーロッパに行くって言った場合は、オッケー、0点。ほぼ海外。ほぼヨーロッパに行く。まあ、聞こえよな。オーストラリアに行って、ホリデーを楽しみながらサーフィンします。正解です。めちゃくちゃ、はい、2点、1点。いや、2点でかい、はい、2点でかい。全員獲得です。サーフィンすんの。はい、サーフィンします。サーフィンしに行く。はい、サーフィンしに行きます。全然シゲの友達じゃなかったです。はい、9問いきます。シゲの現役時代のポジションと背番号は、これ最後城西、あ、じゃあオーストラリアの最終の年。いやー、どっちだっけ。それおとつい、その話してたぞ。おとつい、あの撮影の時にその話してた。え、これってその部分ってないですか。全部2つ回ってたら2点、どっちかって言っても。じゃあ2つ合ってれば2点。背番号だけ、もしくはポジションだけだったら1点。 OK、 はい、両方やったら2点。うわ、どっちか、はい、背番号マジクソ迷う。多分こっちだ。あげました。俺も OK ですか。じゃあ自信ない人から行こう。ある、はい、サイドハーフの8番、はい、
右サイド7番、おお、トップ下8、おお、サイドアウト10番、いや俺7と10でもやったのよ。イエス。背番号7ミッドフィルダー。はい。見てるな、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 待って、ちょっと待って、見てるな、見てるな、正解、見てるなね。いや、サイドアウトは違います。なんでやねん、ミッドフィルダーやん、ミッドフィルダー、そういうこと。10もあったよね。1点10は、1年目、1年目10だよ。じゃあ2年目の、ほら、2年目10、ほら、だから1点、1点、いや、あなたうるさいな。ほら、10番に言ってたから途中まで、途中までで、最後のないっす。あー、もうマジか、これ逃したらめっちゃ痛いわ。あなた一番点数低いでしょ。うわー、やばい、高くに話された。あと2問ね。昔からずっと好きなサッカー選手がいます。それは誰？これはヒントで言うと、日本じゃないっす。現役ですか？まだ元気です。全然分かんない、ありえんぐらい分からん。ちょっと自信あります、これは。あ、もうだるいって。じゃあ翔平君からいきましょう。今度こそやってるね。じゃあ、タカ待って、ベルナウド・シバ。あ、おい、やってるわそれ。じゃあ警護、ダビド・シルバ。うわ、あ、絶対ダビド・シルバ。ダビド・シルバ言ってるわ。言ってんよ、シルバ違いって。ダビド・シルバや。ちょっと待ってくれ、福田さん。そうだね、これ大事。ちょっと待ってくれ、絶対ダビド・シルバや。そうだね、これ絶対ダビド・シルバ。これまだまだまだわかんない。落ち着け、あかん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 。絶対ダダビドシルバ。ダメー、いってシルバ、シルバ。お前すごいな、お前すごいな。シルバ言ってた、シルバじゃない、なんかで言ってた。いや、ベルナードじゃない。あとダメです、全然人違いです。違う、シルバ違い、チアゴシルバ。ベルナード、ベルナードシルバなんです。チアゴシルバじゃない。福田さんは OK。 福田さんダメです。いやー、そうや、そういうのダビドシルバやな。はい、じゃあ次ラストの問題です。ラストじゃあ5点にしましょう。1になるよ、1あるよ。ただこれかなり難しい。あ、だから、そっちの方がありがたい、そっちの方がありがたい。最後は俺も難しくいきます。もし YouTuber になってなかったら、サッカー引退後何になろうとしてた？え、これイージーじゃない？え、これイージーだった？イージー、イージー、これイージーだだから俺がオーストラリア行った時に、引退して何やろうかな。あ、その時に、うん、あ、ケイゴは YouTube さすん、さすんわんかった。そう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 、何を、やっぱ字書くんかった、忘れるな。もうお前そんまそれ。はい、じゃあもうこれみんな一斉にいきましょう。ちょっと待って、まだ書いてない。あ、まだ書いてない。あなたはそういう感じですよ。せーの、はい、公務員、公務員、公務員。お、尾道でカフェを開店。開店って、はい、そうですよね。じゃあ、公務員な、え、違うんか、それはマジでやるぞ。一発逆転なんですよ、公務員になる。わあ、でも慶吾が正解したから、途中1、じゃあ最終、何やその話。はい、聞いたことなかった。え、ないんだ、公務員になるとしたの。そう、俺カレンダー通りの休みが良くて公務員がいいっていう、ただそのタイムの理由。マジでしちゃう、真逆の YouTube すんな、お前。ということで、刺激は強いしな。ポイント、私11問中、はい、13ポイントです。おお、すごい。私ですか？はい。11問中、はい。まあ刺激は強いですから。当然です。一番一緒にいても共有してます。一番共有します。4点です。はい。返してください。ダメです。私、11問中。11点です。おお、なんか最後の5点がね、あれだから。まあまあね、そうそうそう。俺は11問中10点。わ、結構高いね。でもちょっと最後まで4と5だから、翔平君と俺は。最後最後で、あなたうるさいですよ。うんぱ、俺の勝ちやから。あ、くそ。これで皆さんもいろいろ教えたんじゃないですか。いや、確かに、これいい企画だ。面白いし、面白いし、みんなも。やっぱね、回答したいね、やっぱり。回答する側の方がね、楽しい。こっち面白い。ということで、じゃあ次は慶応ですかね。はい、やりましょう。慶応やりましょう。はい、バルムさん、今日はありがとうございました。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 いやいや、使ってください。ありがとうございます。でも振り込みにしてって。はい、あとでちょっと正規証の方だけ。正規証、おー、友達あります。嘘です。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。